おそすちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。4月の23日にいただいたスピランですね。初めて作ったのでぜひやってみてくださいとのことです。ありがとうございます。参りましょう。最初はなんかトゲ抜けみたいな感じだったよね。スピンだね。あ、ちょっと待ってね。オッケー。あー、違う。ミニだ。こうかな？オッケー。かぶるんですね。オッケー。まず、別に行かなくてもいいのか。左から回って、もうジャンプでキノコをバッて取ってもいいんだよね。ああ、間に合ったじゃん今。このスターランめっちゃむずいよ。ああ、よし、オッケー、ギリギリ間に合った。今ダメだと思ったわ。諦めずに壁キックしてよかった。下るときにな、どうしても時間取られるからな。テレサチェイス。テレサ追うんですね。横は A。おー、なるほど。お、入れた。まあ、横は B で大丈夫かな。ドン、ドドン、ドン、ドン、なるほど。横 YB 全自動みたいな感じかな。なお、テレサ付きですみたいな。でも、ここで初めて、被弾がありましたね。さあ、また、大量のテレサがポン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 と出てくる。一体何匹のテレサがいるのか。すごいな。亀踏んで、亀踏んで、トン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 。また、また同じことが繰り返されて、ドン、ドン、食らう。しかし、マリオゴール。果たしてこのエリアに何体のお化けがいたのか。参りましょう。4月の22日にリプでいただいてました。この方が作った、リプを送ってくれた方が作ったコースではなさそうですね。ありがとうございます。おめえ！はい、壁キック。流れがあるよ。コインで誘導してくれてるから、そんなにきつくはなさそうだけど。あぶねえ！パタパタだと思ったわ。いやー、マジか。さっき死んだのここだったよね。ああ、怖っ。壁キックは本当に喋る時間余裕ないな。足って大丈夫か。怖いからちょっとジャンプしとこう。ほいほい、流れで行って大丈夫。オッケー。あ、これ三段ジャンプっぽいな。違うな。あ、いいんだ。三段ジャンプだな。で、届くようになって壁キックだ。オッケー。で、土管入りましたよ。表に帰ってきたかな。一応左。オッケー。死んだと思った。ギリギリセーフだった。壁2ブロックで助かった。これは？ん？あ、ん？ん？こうか、こうか。こうだね、こうだね。オッケーオッケー。コインはなんだ？コインはなんだ？何のコインだったんだろう。中間ないもんな。怖っ。結構大きめに壁キックいかないといけないやつかな。天井、オッケー、大丈夫だった。天井にトゲがありそうで怖かったけど。あぶねえ。怖っ。オッケー。左にジャンプ。怖え。3だ。ジャンプだね。はい、壁キック。オッケー。上にトゲがあるんじゃないかとビクビクしながら壁キックします、さっきから。これは、なるほど。これは1マス確実に決めていきましょう。これはそんなに難しくない。
ここに隠しがないか。あぶねえ、上トゲ。これは多分孔明がね入っちゃいけないやつかなー。これはなんかあるぞ。さてはなんかあるぞ。オッケー、なんかあったと思うんだよな。まあでも引っかからずにクリアしてこその正義ですよね。4月の22日にいただいたスピランですね。ありがとうございます。やっていきましょう。初めてのスピラン30秒。短めってことは難しいってことだよ。サンダージャンプだ。時間もギリギリの可能性が存分にあるから、かぶって、いやーちょいちょいちょい、大丈夫か、P 関係ないか、よかった、 OK。 さあ人間の蝶のようなエリアを抜けてってタイミングよくスピン、怖えー、死ぬ、大丈夫、あー死ぬ、タイムアップか。ここどうやって抜ける。いけるかな。はい、よし、ほらいけた、ほらいけた、ほらいけた。やばそうだね、これめっちゃむずそうじゃん。4月の23日にいただきました。敵を倒してはいけないスピードランだそうですね。千早なら余裕かと思いますって煽りも入ってます。勘弁してくれよ、ハードル上げんの。参りましょう。しゃがみ？しゃがみ？あ、そっか、しゃがみじゃなくていいのか、こうか。違う、倒しちゃダメなんだよね。下に落とす。え、届かないんですけど。これでどうだ。しゃがんで Z で上に抜ける。はっ、 OK、 抜けてきた。そんな、相当時間かかりそうこれ。はい、なるほど、こうか、かぶな、うん、こうなって、あー、しゃがんどけば上のクリボー倒さないのか。でその後バネジャンかな。あー倒しちゃった、バッカー。しかもタイムアップかよ。あ、そうだ、ジャンプしちゃいけないんだった。どこに孔明があるかをちょっと確認した方がいいな。
よし来た、これでどうだ、さあ、おら。夜前で30回は死んでんだよな。20秒なのになんだこのコース。嘘だろ、 0.7、 あと 0.6 秒短縮、まあほぼ7秒だよね。 0.7、 嘘だ。どこでどう短縮すれば、あれかな、ベルトコンベアのとこからのワンワンのとこかな。やーべー、あと壁キックとかか。ほんとシビアに詰めていけばいけるのか。変態ですね、ほんとに。やばいだろ、これ。タスジャン練習場、ユースキンですね。参りましょう。久々、タスとかできんのかな？ですよね。できないよな。お、いいね。2回まで行く。あー、惜しい。多分惜しかった。よっしゃい。意外といけた。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。